々が目指しています、常に、新しい驚きをお客さんに提供する、こういうことを、計画通りしていく、これがまさに課題そのものだと思います。ですので人材の育成、それから今もう既に申し上げたプロジェクトを着実にしておく、これが、今の業務の課題です。それから中期につきましても収支についてもですね、既に前期今期というのは収支バランスを改善していく、今申し上げたいろいろなプロジェクトについて確実にこれを達成することによって、任天堂らしい、収益というものについてもですね、これを目指して、これを実行していくことが課題です。それで役割についてでございます。私自身の役割についてでございますけれども、私自身は、ゲームの開発をしたとかそういうことでございますけれども、全国任天堂においてですね、販売会社において、いろいろなマーケティングに活動もしておりますし、それから、販売についても実際に携わっていたということです。ですのでその経験というのが、10年以上全国任天堂にあります。それから、その前の職業でもですね、いろんな、お客様とお会いしておりますので、その中でいろんなお客様にとって、お客様というのはいろんな会社のお客様にとってどういうアプローチをしていったらいいか、一番端的にもマーケティングもそうですけど、そういうことについてもいろいろ学んでいます。それから本社に戻りましても2年間になりますが、この間にですね、経営統括本部、経営部、それから総務部というようなところでですね、本社から全世界を見るという立場の、での仕事を経験させていただきました。そういうものが私の、得意分野である。今、ここに並んでいる3人ですね、確かに任天堂のボードに並んでいる方が、年の上の方が3人でございます。それ先ほどご説明申し上げましたように、新しい集団指導体制を目指すということで、通常ですと、会議室の中に、われわれの人事といいますか、どういう職務についているということを、目指してないんです。今回、ご参考資料ということで、今回、特に、取締役以外のところで、新しくそれぞれの、ついた方、どんな人がいるのかということを、ご紹介しております。それで、すでにこういう方たちがですね、本部長、本部長というところで育ってきて、あとはですね、これも先ほどの繰り返しになりますけども、この2年間、この我々の業務が変わっていく中で、どういう方向にしたらいいか、こういうことで、議論しています。これについてはですね、着実に、今、伊賀さんが亡くなった後ですけれども、これを着実に我々は軌道に乗っていかないと。そのためには、我々3人は協力してやっていかないと。ですので、そういう、常に育っている多くの若い人材を、我々が議論してきたところに軌道に乗せる。これは今回、我々がこういう体制で議論をしたと。それからそれぞれの役割を担う、こういうことで。